になってしまうんですけれども初めて来ましたありがとうございます、えー、本日ですね nmb 4827枚目シングルスキダムシの初披露がありましたわーいスキダムシ <laughs> もうね本当にね あのね、私好きだ虫本当に大好きなんです私あの曲もう毎日聴いてるマジで本当に好きです超可愛いし盛り上がるしもう本当に私大好きです待ちに待った明るい曲だってなってます本当に好き どうですか皆さんはもう聴いた方はいらっしゃいますかね本当にねこの曲が初選抜で本当によかったなって思いますえマジでこのね好きだ虫ポーズほ、ま、本当にね流行らせたいってみんなで言ってるのであのプリクラだったりとかいろんなところでぜひぜひやってくださいそう虫の伏線回収がね そうなんです、ホップ虫ステップ虫ジャンプ虫の「虫は何だ?」と「好きだ虫の虫」でしたそうタイトルは「おっ!」ってなるじゃん一瞬でもそれが NMB じゃんだってさ今でさえもう馴染みある「北川賢治」とかさ「カモネギックス」とかさ「はにゃー!」ってなったわけやんかでももう今であんなにね親しみっていうか馴染みのある楽曲なので。 虫はもう本当にねそういう曲ですめっちゃ中身歌詞はめっちゃかわいい曲なのでぜひたくさん聴いてほしいなって思いますそう「ドリアン少年」とかもねでしょ神曲なんですだから変な題名は神曲 <laughs> これはもう NMB のね お決まりのあれなんでツアータイトル決まった時あ全然曲名知ってたしなんならもうだってねあの MV も撮り終わってるから歌も知ってるしね全部知ってましたよそう衣装も可愛いんです そう、伝統なんですよ NMB のフフ玲子好きだもしあと役ありがとうございますね NMB ならではそう MV も私はちょっと一足先に一回ちょろっとだけ見させてもらったんですけどすごくかわいい MV に仕上がっておりますかわいいというかゴージャスな感じに仕上がっておりますいやほんとだよジャケットに 私はあのー、タイプ B にいます小島さんとウーカさんとはるかと4人でしかも4人少ない人数の中のそうモバメでにわせてたのはこれでしたジャケシは結構前に撮ったからあれなんだけどそう特典のね写真ついてくるやつもあるのでぜひそちらで予約していただいたら ねいいのがもらえますよ初見ありがとうございますお金一緒なの嬉しい <laughs> 私も嬉しいです <laughs> いや本当にタイプ B 買い占めちゃってくださいそうそうなのよタイプ B 買ったらチームメイム そうなのチーム M 曲何だったっけなぜ僕は立ち上がるのかでしたっけ <laughs> ちょっと長いと、あのー、覚えられないんですけど「なぜ僕は立ち上がるのか」でしたっけミカナが好きだむ主役して「ハオチュウ」えめっちゃいいやん「ハオチュウ」「ハオチュウ」「ハオチュウ」どっちやろう」「だるまやっこありがとう!」 そうチーム M の曲はねあのねめっちゃいい曲ですあの本当に私そのかりが来た時にあのマジ泣きそうになったし何な,なら原さん泣いたって言ってた本当にグッときますグッと来るしあの私が好きな曲好きそうな曲何か私を好きな人だったらわかるけど私が好きそう,な曲ですそうめっちゃいいですなのでチーム曲も是非。 そうなぜ僕は立ち上がるのかぜひぜひいやー神曲ばっかりですよ本当にグッときますマジな泣きそうな,なんか、ま、サビ聞いたらマジ泣きそうなるあそうだねそんな感じそんな感じよぜひそちらの方も楽しみにしていただけたらなと思います そしてね発売日がちょっと延期になりまして9月21日もう誕生日の5日前ですもう誕生日プレゼント自分で買っちゃおうかしらってね嬉しいですなんか誕生日に近いのいやーほんと泣けるいやーそう嬉しいですなんかこうやってたくさん嬉しいお知らせできて。 <laughs> ほぼ誕生日枚買えますおっ言ったなえへへへへいやー楽しい <laughs> 1週間は誤差誰 <laughs> もよくありがとうそう私の誕生日お祝いでいつも以上にあのー、みんなが積んでくれるというそういうシステムですよね <laughs> そういうシステムですよね <laughs> 踊っててるるるの見てうるうるしたいや私もなんか改めて画像で NMB の公式ツイッターとかがさ上げてくれてたじゃんか歌ってる様子の写真とかをそれ見てうわっうわーってなってちょっと泣きそうになっちゃった嬉しかったいやー嬉しいです。 <laughs> そう「つむ」で思い出したっけどお話会もなんとですねついに夢の六部生になりましたわ嬉しい本当にこちらもですねもう皆さんのおかげでございます本当にありがとうございますあのー、まあね六部生前はね五部生でありがたいことに全日程完売全日程うん満員 全日程満員をね達成でできたとということでえ今回6部制でねでしかもさ日程結構また増えた8日ぐらいあるよね多いよねいつもより多いからちょっとちょっとあれかもしれないですけれどもあの目標は今回も全日程完売完売満員を目指しております。ももうねそのたためにもまたなんか色々 ね可愛い,いの着れたらいいなとか思ってるのでぜひぜひ何卒ぞよろしくお願いしますそうなのリアルもあるしねそう「古ブスにしよう」って嬉しいそうやってこう前向きに捉えてくださるのがすごく嬉しいです。キューキュー役ねーってうわ本当に うわ、大阪飛んでくれるそうやっぱ満員じゃないとねそうぜひぜひ何とぞやっぱここが一番の勝負場じゃないけどこう次につなげられると思ってるのでね運営の方にアピールできるチャンスがやっぱ一番そこだと思うので頑張りましょう皆さんねこんな話して嫌だよねごめんなさい本当に。 でも私は皆さんと何よりですね皆さんとお話しできるのをもうだってさ最後最後にお話ししたのいついつだっけ冬ぐらいだよねに3月か3月でしょもう半年空いてるわけじゃんもう私はね干からびまくってるわけですよ皆さんとお話しできてないからだからその分を私はもういっぱいお話ししたいわけですなので もうねマジでいっぱいお話ししましょうもうそうなの話したいことがねたまりまくってるんですよほんとにだからいっぱいお話ししようもう半年分だから言ったら10月からお話から始まるかじゃあもう7ヶ月分7ヶ月分のねお話なんかもうねえ <laughs> いっぱいありますので。 ぜぜひぜひまた考えますねそれも画像にも画像も作りますんでそうあリアルが4月にあったそっか4月にもあったんだでも4月にあったとしてもですよ半年ですからねああって感じよほんとにもうプンプン <laughs> 夢中ライブまたぎお疲れ様とか言わなきゃほんまや言ってくれないと 夢中ライブまだ出てる感覚なってるだから <laughs> お財布と相談しながらありがとう本当にでも相談しながら本当にお願いします <laughs> いっぱい積まないと足らないかも本当にお明日公園行きますうわ待ってまーす、えっと丁寧に初めましてできますって丁寧にしようもう丁寧な暮らし <laughs> 直接選抜おめでとう言いたいわー待ってるそれは本当に待ってますハドヤカリがいっ条十一月誕生日だから誕生日お祝いしてもらおうとえー、歌がいいそれともなんかあの手紙がいい <laughs> あエムの公演センターおめでとうつかもうね財布さんに対しフルで投げろって言ったうわ財布やるねこれか作ったあら <laughs> 生々しいお話 好きだ虫ポーズしてねみんなお話し会でねえ話したいこといっぱいあるからたくさん顔になりましたそう次お話しする時は22歳ですよ私22歳になってますよやばくない22歳だって怖いやだ <laughs> やだ22歳か私お姉さんっていうか大人の女性に慣れてるのかしら 9月6日誕生日やけど祝ってくれもうそれはもう盛大にお祝いしようそうゾロ目だよゾロ目耳から離れないいや私もうもうめっちゃ好きうわ二十歳になるのよいいねいやいっぱいよそう永遠の16歳 <laughs> お誕生日会しようみんなでマジでお誕生日近く絶対取りたいほんとにうれしい。 期待服はもうね結構メモはしていってる。これ着ようかなみたいなはしてってますよ。ん？タワー？マジ？誰誰誰？どなたどなた？ギュッシャありがとう。マジ？本当にいいの？えー、マジで？え合ってるよね。えマジで？え タワーありがとうございます。感謝でございます。よっしゃありがとう。うれっちいわ。ありがとうございます。ありがとう。タワー投げてくれて。<laughs> せーの。タワー。俺、れい子と結婚するわ。って <laughs>。4歳差の時期がちょうど1か月しかない <laughs>。やめてもろうて <laughs>。4歳差 ままだまだ若いよねそうだよね、ねそうだいい女になったおむ無ゃくせいきます待ってます無茶苦戦もうあとちょっとやんやば何も知らんわ <laughs> 何も知らんわてか何も準備してないわ選抜おめでとうの気持ち本当にありがとうでもいつもねつぶやいてくれたりとかちゃんと見てますよ公園仕事終わりに入りますおタイヨロ <laughs> 弱性楽しみにしててくださいぜひぜひほんまや流行りの推しと結婚え私あの YouTube 見てマジボロ泣きしたんやけど土曜昼久しぶりに公園入れ昼夜かいいね昼夜私その日はあっちのポジションかもうねポジションが毎回違うんだからもうややこしいわねこんばんはこんばんは 20代前半じゃ若すぎそうだよね若すぎだよあと500個ありがとう一切さ,さの時期あっ <laughs> 20日しか変わらん <laughs> お仕上げしゃれ幸せならオッケーです幸千斗は投入しますマジやばいやんえー、なんかすっげえんかくまさん来てんじゃんタカさんうわーありがとうタカさんも。 あとは,あれは合ってるかな、たかさんで、ね、たかさんからありがとう、くまさん、くまさんありがとうございますあ <laughs> 好きな虫もう死ぬほどリピートってもうあライブ全部行く予定強すぎ夢、ねえ夢あるよ 選抜に NMB を押しててよかったと思った片足の片足の若いわうわ両足にしたいなたかさんありがとうくまさんわんあボロ泣き仲間曲調好きだから選抜がいい楽曲でよかったの気持ち本当にそうこれからもさ,さ,させてねもうこっちのセリフなんですけどそんなの。 どこやちょっと待ってねはいありがたいことにコメントが早くてちょっと待ってねちょっと待ってねリゴちゃん全然会えてない早く会いたいね本ほんとだよマジでみんなをお,おまた来たお昼入りありがとう待ってるねャゃシャ車ツってるの何枚買えばいいえっとね926枚 うそウおディースカーレットさんありがとうもうま感謝感謝感激でございますありがとう本当にありがとうね <laughs> そうなのポジション移動いっぱいしてんの誰もありがとうあご公んよろしくお願いしますタイヨロです好きあふれすぎ最近 DM 送りすぎてるえむしろなんかたくさん送ってくれるのめっちゃ嬉しい超嬉しいよなんか愛されてるなって <laughs> 超嬉しいです <laughs> 明日を投楽。好きな文字アカペラですどうぞねえ、周年本当に来てほしいです元気だよあ肩までの間が良い明日公園入りますやって確かに毎週来てくれてるよねマジででもね、見つけるたびすごい嬉しい気持ちになるよ さん話して緊張してその時は私がたくさん話しますあ明日なんや当楽そう引き込むタイプ明日かうわみんな当たりますようにサマステでしていたチャイナっぽい髪型の名前あれはんだろうねもう進化系チャイナですよねあれはんだろうねなんかいい案があったらあのこちらまで <laughs> ねえほんとだよ東京行きたかったんだけどリアルお話会 まあねでも今このご時世ちょっとまたね感染者数とかが増えてきたからっていうのもあるんだろうなっていうのもねあれだけども行きたかったなってこの感じだと生誕祭確かに生誕祭いつだろうちょっと早めにしてほしいよね結婚式が飛び交う現場いやマジ好きだ虫いい曲「累戦大崩壊」ああ <laughs> 了解しましたあダメダメ ねえ東京行きたかったよあミみーたこ作ろうそのせい楽しかったあとーあそうなのよ24公演なのよいやもう DM はね何でも送っちゃっていいんだよいやもう劇場もいっぱい来てあそう昨日なんか私名前トレンド入ってたみたいで。 ツイッターでねツイッターみたいに送ってる人見た見た見たびっくり嬉しいね土曜日夜に入りますって待ってますスケボーはあのー、今暑いからとりあえずちょっと暑さが冷めるまで本当にねスケボーやってたも,もびビッょびビょなるのだからもうちょっと涼しくなるまで今は待ってるうわシオンや初めましてちゃうやろ2回目やろ こ<ほ>ら <laughs> おいこらちょっとだいぶタイムラグがあるけど今日誕生日あっおめでとうアヤさん素敵な一年にしてください好きだ虫えっほんとに早くこいとつ来てよえっそれな好きだ虫コールしてほしいみんな初の劇場はチーム A の M かでそんなん M だよ あ、そじゃけしゃハーフツインなの探して見つけてくれてありがとうめっちゃ見つけやすい位置にいたもんね <laughs> 公園土曜の公園の到落は明日明日なんやわあいっぱいねえほんとだよめっちゃ会えてるよあら3日か寝込んでたあどこだどこだあどこだどこだアットジャムのねセトリも決まってますよね公園待ってる 4周年全おうち中入れなかったからあ,あ私も塾とかで入れなかったからなドリアン少年のオーブ浮かれだ・ウカレーだと毎年目の前で見れたのそう最近ウーカさんとポジションとかが結構近いことが多かったりとか話す機会も多くて今日もねずっと話してたんですけど好きだ虫ウーカさん <laughs> そうねここでどのユニットになるかね本当に ジッパーやってほしい、えー、私は何度も狙えないかジッパーやりたいですねどっちかやりたいなと思ってますはじめましてあら本当にはじめましてかなこんばんはあ <laughs> 私のおへそ可愛いいチ,チャイナヘアでハオチューポーズはバズる <laughs> ね、生誕はねそりゃ終年終わりですよ一曲目で気づいてくれてありがとうってこちらこそだよもうねやっぱ知ってる顔を見た瞬間嬉しくなるねあ TikTok 見た九州で盛り上がる話かあ九州な確かにこんばんはこんばんは11月よそうエクステもう撮りたい 初見です、ありがとうございますめっちゃタイムラグあるよねほんとにごめんシオンとパンケーキめっちゃ美味しかったよあのもうもう一回行きたいもんあそこ <laughs> 朝カレーの時キスしてたって20の公演申し込んでる会えますように DM こってしまうほんとに謝らないでほしいマジで見るのが日課だからほんとにマジで早く直接大好きを伝えたいね本ほんとだよ公演で会わないと干からびちゃうって私ももう半,半分干からびてる <laughs> いやもオンンライぞーって <laughs> コメントねやばいよキャンパチめっちゃ楽しかった青春でしたねでもね足の甲にいっぱいね噛まれたからかゆいです大好きすぎて毎日苦しいです同じ気持ちです片足お沈んでる両足沈んじゃうそれは盛り上がる確かにね盛り上がりそう盛り上がりそうじゃない盛り上がるんですよ好きだ虫はねどちらも行くか悩んですけどくべきですか 来てくれたら嬉しいなぜひとも <laughs> 選抜の衣装激かわだよねわかる大好き私もめっちゃそう好きだ虫ポーズマジ流行らせたいの声入れてくださいレイちゃんの力で <laughs> 直接しゃべるとか想像しただけドキドキしちゃううっそ好きだ虫44半世紀ぶり <laughs> めっちゃぶりや やったー。乃木坂の話を送った中央にちょうど投稿されて乃木坂の、あら本当そうだね本当だジャケシャ島ジマ一緒で湧いたーって。そうだよ小島さんの肩に手を乗せてます。サマステ見に行けてよかったって。ねえ、嬉しかったです私も。あー相性診断 !80% 超えのなかなかむずいよね。あ、ジッパーがいいマジいつも見つけてくれて嬉しいって。 こちらこそだよそんなの。好きだもシポーズ可愛いよね。はじめましてじゃなあ初見がないもんね。ねえここ店。つ <laughs> ねやか許したって初めてですありがとうございます。ねえ今年絶対来てここ店。がにゃやかさんの絵抜かれ。 これちゃんょりおじさんの M かそんな M だよ <laughs> ジッパー見たいもうゴリゴリダイエットしてたらああジッパーなんだなってなるよねいやでも誕生日付近だからゴリゴリダイエットしてるわ普通にあらモバイル枠外れちゃったありゃーそう何度も狙え大好きだからお喜喜び当たったんでよろしく太陽ですですありがとうございます TikTok いつも爆笑してありがとう クリア少年のウーカさんとの絡み好きだった私も好きですあそこカメコねえココでカメコ絶対可愛いもんだって衣装が可愛いからねあー冷蔵庫はさすがミイキと思った98軒を温めてるのさすがスペシャルコーラーあそうなんですよにじこんさんとねしおりおじさんに襲われたみゆちゃん面白い <laughs> 久ししぶり見ました綺麗になりましたうそありがとうございます嬉しい早いけどあショールーム来ると思ってええほんにそう私もね明日早いけどやっぱねこうやってシングルがね発表されたタイミングでやろうと思ったから立ち位置目の前だったか確かに本当だねそう日程ね離れてるよねあなたしかに結婚しようってそうだね言い合っちゃう <laughs> TikTok ありがとう楽しく見てるよってグビにムむちむつけて喋らなあかんの大変やなそれ広島グリグリアリかサンプラザで怖くうわそんなのえ広島行きたい確かに最前ねちょっと恥ずかしいのもあるよねうわまた劇場行きたい待ってますこう行ったことないから行ってみたいえマジでね公演一回ハマったらねあじゃ行ったらねマジハマるよ 本当にえ足の甲にね123ん ?12 か所か右左どっちも噛まれてんのよ毎日キラキラしてて全然だよありがとう選抜ポジションレイちゃん堪能して泣きますねって <laughs> 寝起き時計 MC いくにしかできない選抜姿見て ドッキリお疲れ様でしたしのことはペンチプレスすると胸が痛くな濃いですか濃いですそれは好きだ虫です <laughs> あとじゃもう行きます嬉しい待ってる初めてのライブだったんだけどレゴちゃんのあおり聞けたのええー、嬉しいですあおり大好き穏やかありがとう雪乃が懐いてると聞いてそう雪乃ちゃんが懐いてくれてるんですよかわいい当に シャメ会もねえ本当だよだって NGT さんとか HKT さんとかやってるよねシャメ会いいな金八やりきってるのやっぱりレ口ちゃんやなと思った <laughs> これ4回連続で後ろから2列目の運動なぞじゃあもう次は絶対にもっといい席だから大丈夫もう5回目はさすがにあのんちゃんもおるしここ手のポジションねどこになるんだろう私ももまだ何も 来てないから仕事帰り横浜やろうかな衣装しだれ柳の衣装のついみたいな確かにそうなんですよ本当にそうな感じじゃあ汽車で押し寄しねえ本当だよ嬉しいサスュマスティモテマの青森最高マジ嬉しい関東いっぱい来た一枚来た後天平日昼っていやそれな話しかい調節し初めてでも全然 OK ですなんならめちゃめちゃウェルカムです 今日も宇宙一可愛くて偉いね。よっしゃ。<laughs> <laughs> ねえ、ここてん来て今年こそ、のせてる手を拡大してスクショしました <laughs>。<laughs> いいね。ジッパー脱がなくても平気。こ <laughs> んばんは。こ <laughs> んばんは。え、虫てで聞きたいの。はテレ朝さんの方角へお祈り。あ。私もお祈りしとこう。古典仕事。うわーん。ん 悲しいフェスでそうなんかやばすぎて本当に嬉しいあデッドボディちょっとちょっと遅いなお昼公園入るよってこの世界はねでも去年やったからまあ今年も今年でもいいけど去年やったからちょっと違うのやってみたいなっていう気もあるよねジッパーやったらたむねる明日はえっとこれやからちょっと待ってね ということはこんぐらいかだ大体八時起きとかやと思うああ。好きな人レイコとレイコだあレイばっかりや。ティックトックどれも素早すぎてる。本当に嬉しいです。ありがとう。あ今日ねスキダムシの衣装図鑑動画撮りましたんでお楽しみにしていてくださいませ。でもスキダムシが発売されてからじゃないと多分楽曲がさ載せれないから。 だいいぶ先にななっちゃうかもしれない私が我慢できなかったらも載せちゃうかもしれないけどでも発売してからになっちゃうかもな好きだ虫の衣装図鑑はそうやね何度も狙いもなやりたいハート500ありがとう2回も礼子ちゃん会えてねえたくさん来てくれて嬉しかったよ24の誕生日劇場行くか家族と過ごすうわもうそれはもう胸に自分の心に聞いてみハート1000個あり 毎日頑張ってて偉い偉い公園初めて行く時の持ち物はとりあえずペンライトで推しメンがいるならうちはもうあったらレスもよりもらいやすいあとはもう本当にね身分証も大事やし何 <laughs> か袋入れれるものがねあれば便利ですけどねとりあえずペンライトは大事必須ですね。 えー、広島行きたい。TikTok 面白くて毎回楽しみにしてます。わー、嬉しい。ありがとう。そう、そこなし沼っすよ。やばいよ、中毒性。あ、公園でハマった人です。かー変わってくれ。えー、大阪ねー、来てほしい。よく見る。めっちゃ痩せたなって思いました。うっそー。嬉しい。ショも来てみんなのコメント、みんなのコメント、できるだけ読むように、なんとかしてます。一回も噛まれてないのけ。えー 私なんでだろう B 型なんだけどなんでだろう好きだ虫は恋と愛のどっちですか間だな間です夜行い好きな楽曲多くて私も大好き <laughs> 虫に好かれても好きだ虫の選抜だからかなかもしれない好きだ虫のポーズはこれですこれ本当に流行らせたいですよね パフォーマンス何回見ても好きになります嬉しい <laughs> 顔レイコのことが好きだもしって推しと結婚しようほのちゃんとのツーショットほのちゃん推しとお庭きましたって初めて撮りましたツーショットねえ喋りメ会やりたいアルバムしか確かに確かにそう8期生のこと意外と喋ります 白の生誕ティーてていきますってちゃんとあの何あのエメラルドグリーン <laughs> 普通にさサビでもうほぼ目の前であったもんね <laughs> <laughs> 罰としてもうあれですね今回はいっぱい積んでもらいましょうと <laughs> 何度見ても違和感に確かにオンラインの写メ会はな 気持ちいい武田鉄矢さんに縦軸とかツサフさんが寝てないとか分かってよかったです。キャンパチマジ眠たかったここ天ええー、マジで来てれいこにメンチあ欲星になってる一人作戦会議会室以上今入れてないって早く会いたいよえマジ会社休むマジ先毎回変わるのワクワクかも落ち込みも確かにね、うん、でも ねそれがないとやっぱキャンセルする人もいるから難しいよね全部大学とかぶってるエ関東の地上波でもええー、本当に映りたいですあ八8時起きしようんうん楽しみーってそう一応撮りました最悪アカペラ <laughs> そうなの <laughs> みんなで歌うかもしれんそう 数字順位の数字入ってます髪飾りに8もねちゃんとめっちゃこうやって取ったよアカペラ大歓迎おといたちが早いんじゃおといたちおといたちが早いあの曲が見たいねあははトラだそう身分証は絶対そう公式の TikTok が音源そうなの 裏側好き本当にそろそろ当てていただきたい本当だよ身分証一番大事来たね仕事をしてああそっか頑張ってください一度ペンライトを忘れてえマジペンラあるないってだいぶ変わるよねロッカー閉めた後にペンライト出してないこと気づいた振動 あ,あそうナンバーワングランプリ私あの今回のテーマが「モデル」ということなんですけれどもあのなぜかオーディションを勝ち抜きましてですね今回も出演することになったのであのぜひぜひもう今も受付中かなどうなんだろうあのぜひんかかっこいいモデルさんになれるようにあのレッスンしてますんで <laughs> ペンライト電池公演中に切れたからうわ だ初見ですありがとうございますレイちゃんミウアンジュシンシンペンライト4本強いじゃん即席過ぎたけどえボード全然見えたよ全然見えたマジで今年27回目マジあスマホの充電もないしエコちゃんみたいな大金になりたいからえマジ私の食生活結構危ないけど あの本当にダイエットしてる時は朝はマジで好きなもの食べてであの夜は本当に食べない食べないじゃないなんかバナナジュースっていうかそうお母さんが作ってくれるのバナナジュースをバナナジュースバナナと牛乳となんか入れて作るんだけど夜ごはんはそれ飲むだけかあの私砂ずりとあの何 軟骨が好きなんですけどそれを食べてか普通に焼き鳥鳥ってカロリー少ないからを食べてっていう生活あとは運動が好きじゃないから半身浴で汗流してむくみを取っ,てるって感じです、ね、もう本当にだから朝は好きなだけ食べて昼食べないで夜本当に少量夜も、あのー、5時6時ぐらいに食べるようにしてますって感じかな新メイムどんどん進化してるよ えー、名古屋行きたいペンライト折れたそうペンライト私のペンライトは水色2本ですえー、プリクラ撮ってマジで好きだ虫ポーズ今年の生誕ティーはねそれはまだ言えないね <laughs> 公園の玲子はやばいやばいねえ難波式本当に再会調子玲子に聞きたいこといっぱいあるってなんだい肝試し企画出たかった肝試しどどっちだあのー、あれの方 普通に YNN さんの方かあの未来ちゃんたちが言ってたやつかどっちどっちだいテ i ク t o k でハーサー出てきてウォーってなったあれは載せたかったんようわ実習かぶってるいや NMBI が通じるのかな通じてるのかないっぱいラブラブしようなしような <laughs> ライブ4日間有休マジ申請したの行った番組 ね、本当だよ映りたいこんな動画見たかったと感動ですそう常に撮ってるんでで、あれはほんとに撮るよって言って撮ってないからほんとに自然ななんかたまたまなんかやってんなーを撮った動画を詰め込んでるからほんとに素ですみんなうちは絵よりペンラ派あありがとうございますどんなオーディションえっとねなんか T シャツ だから、体のラインが見える T シャツ短パンであのヒールある靴あのパンプスを履いてだからすごい体のラインが見えであと一つくくりで後ろにこうくくってで質疑応答とウォーキングを4往復ぐらいしましたそういうオーディションでしただからびっくりしたの私絶対私モデルともえんだと思ってたから。 よし、別にそんな自分の体験に自信もなかったからまあおからないだろうなスタンスで言ったら自分の名前があってびっくりしましたね大学受験合格しました埼玉から大阪の劇場に会いに行きますおめでとうよく頑張りました待ってます埼玉埼玉から待ってます頑張ってる証拠よやってありがちよ えー、本当に私もびっくりした病院実習だからあツイッターもういっぱい見て勝ち抜きおめでとうございますありがとうございますあら7月コロナなっちゃったあら莉子ちゃん会いに行きたマジで待ってますモルカーのスケボーあいいね初めまして裏髪見本当ほ嬉しいからいっぱい頑張ります衣装ははい用意してもらえるみたいです お母様ってもち麦のやつはあ最近でもちょっと買うのめんどくて食べてないなでも大好きあれフリコピハあいいねあ <laughs> ビールし,したいって私ビールあんま飲めないからなじゃあお名前ステージからでも見えるのペンライトで照らうん全然見えるようちわは早くれいちゃんとラブラブしたいそれな運動運動はあのー、公園でしてるので 大丈夫です <laughs> 公園以外では本当に動きたくないので <laughs> でも公園もね週に1回2回は絶対にあるのでそれが運動になってますそうそうそうカロリー消費してくれてモチベ、うん、ホーム画面レゴちゃんにしてうっそうモチベ慣れてる嬉しい参考にもう全然あれだよほんとしんどかったら全然ね全然あれだよ美人ありがとうございます T シャツ予約したマジ嬉しい。難波式ね。どこまで可愛くなるつもりなのキャッまた今の公演待ってます。初期の単色ペンライトは持ち手がもろくて。あら折れたことあんのねそうだよ。予約できるからね。今は。聖タンははは。霊指揮者みたい。レギュラー番組。確かに欲しいですね。YNN で。おっタ探偵予約しました。嬉しい。 楽しみすぎて泣ける。前回よりも圧倒的に、あ、本当に楽しみだね。二本必須必要。でも、あのみんなメンバーだいたいペンライト二本の子。だから、たまに三本の子もいるけど、だいたい二本だから、二本あれば。よりわかりやすいかなって、でも。私みたいに。水色水色で、どっちも水色の。とか、どっちも。 同じ色とかだったら1本でもまあ分かるっちゃ分かるかなっていう感じですね自己紹介のレイちゃんは間違いなくトップに楽しんで当に嬉しいお予約してきたから12周年は新衣装でうわいいねあの動画のウかめっちゃかわえー、めっちゃ可愛かったよね <laughs> 本当に可愛いよちょっとだいぶラグあるよねちょっと早く読むねああ <laughs> TikTok やな グランキュー職場から徒歩10分マジ近っ本当に最高なんです <laughs> 最高朝カレーの時ウォークォーターの話笑わせてもらいました <laughs> え、あれさ私さまさかあの何音声入ってると思ってなくて全然なんかあの何つなぎのさ YNN の時間あるじゃんあれ音声入ってないじゃんだからそのノリだと思っててもう <laughs> 全然ほんまになんていうの うちはネタみたいな話してからびっくりしたあのアーカイブ見た時あ音声入ってると思って t i k t クだでドラさん「愉快すぎて愛脅かされる側あ脅かされる側いやもう脅かす側でよかった脅かす側楽しかったますます話がやりたくなったね本当だよ <laughs> ああ分かりすぎて分かりです <laughs> そうオーディション 本当に美少女コンテストの審査みたいいやーやっと来れたーって体調崩しては全く体重減らなかったのでいやそれはあのー、もうちょっとだけ我慢したら減るっていうことだよねそういうことで停滞期ってことだこんばんは <laughs> ツッコミ好き小籠みたいあえて,会えてん会いたくなっちゃった恋ですか恋だし好きだ虫だし <laughs> ありがとうスタイルいいって言ってくれてえめっちゃねあのね好きだ虫ほんとしんどいのだからこれがさ「M は恋のお縄終わりにやる」って考えたらもう恐ろしくて涙出ちゃう <laughs> マジね本当にね恋と愛よりも私はしんどいです最後のミンキのやつ開いてて「地域の因来」見てたからあれやあそうそうそれそれ 俺のおなぜか砂ずり好きな人多いあら見てたら元気出る M コウええー、嬉しい初車まとめたありがとうくがあんまり動けないのいかに前後で動けるかにかけてもええー、そんなあんねんやおこういったついきます待ってますあ視点のドラさんが来ましたありがとうございますお誕生日お誕生日はそうまだね何もできてないのだからねなんか買いたいんだけど あのお金がまだあのないからあのお給料が入ったら <laughs> 買います生タンティーあげる相手は全然決まってないです生タンサイねいつだろうそうでもそういう話ウーカさんとしたウーカさんの生タティー欲しいです」って「欲しいです」っていうか「期たいです」って言ったら「それはもう買ってもろうて」って言われた。 ナンバーサイン入り T シャツ無事お申し込みました明日もそう明日も公演なんですおおみたらしほらあんたさっきピーマンあげたでしょほんとにもうすみませんみたらしが悪さしてて騙 <laughs> されアンジュちゃんが最高でした あ、<laughs> れい食べたいね、バリバリ音声入ってたわですよな、ね、アメバカナさん面白い <laughs> ね、あれが普段の私たちの会話です真 <laughs> 顔で見てるの <laughs> そう、裏側こそ見てほしいです、本当に一番、確かにねスーパーロング超好きマジ嬉しい、もう取っちゃうけどちょっと寿命が来たからまたつけます 体脂肪あらいいじゃん減ってんの。はとやくありがとう。こういうのは、いやほんとにハードすぎるのよ。NMB を知ってお話が申し込みとかわからないから、そういうの TikTok ああ、そうだね。ちょっとフォーチュンムミュージック久しぶりに開かなきゃだ。そう、元気いっぱいの曲多いんです、M は。朝カレーのとき、れいちゃんとアンジュちゃんの絡みって、ほんとに二人のやりとり。最高ほんとに。いやだ、あいまマジ、ゾッとするよ。 2ヶ月で5キロすげえ確かに MC 眺めで M でやる時もポジション同じいや同じじゃないと思うまだし分かんないですねそこら辺はチミ曲どんな感じえー、めっちゃいいですジンときますレイが笑うわしが笑うって <laughs> ちょっとみたらしが差し入れできるようにならないかなって えー、お菓子お菓子食べたい <laughs> みたらしタイムわーすごいみたらしのアバターえー、すごいそんなことできるんですか <laughs> キューキュ言ってるみたらしちゃんと生きてますよ <laughs> 緑軍団そう緑軍団加入したいです私も気になる人プールさ襲われた <laughs> それはもういけ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  <laughs> ありがとう ね、ほんと 5, 5万年ぶりだよフォーチューンミュージック今まで一番きつかった公演は夢は逃げない公演です26枚目は4ポジで同率3位になりそうマジよく頑張りましたお昨日買ったのうかさんのいいな私も欲しい M のど,どうなんだろうね催眠術と摩天楼にはまったっていいね <laughs> ちゃんショールーム来たけどコメント読んだけど沼りそうもう「沼ってください」それはそれは沼ってくださいおっ久しぶりですねつける時次も黒黒ですもう私は NMB いる間ずっと黒ですまあブルーブラックっていうか黒っていうかですねよいしょよいしょよいしょ,いしょって感じでもうね あっという間に11時半なんですよもうちょっと時間時計が見れてなかったからまあ見たけどなのでそろそろ私もねちょっと明日早いのでお風呂もね入ってねちょっとあの無茶ゃせのねあの振り入れしないといけないんですよそれもやらないといけないのであのー、終わりたいと思います <laughs> あうん、かカに言っとく言っといて <laughs> じゃあ、えっと、順位を読みたいと思います。いきます。十三位、レーナー、ありがとうございます。十二位、ブラッキーさん、ありがとうございます。十一位、伊藤ちゃん、ありがとうございます。十位が、よしけいさん、ありがとうございます。九位が、バロックさん、ありがとうございます。ああああ。あ、変わった順位が、もう一回いきますね。

2位が D スカーレットさんありがとうございます1位がタカさんありがとうございますそしてユウさんと D スカーレットさんとタカさんは、えー、タワーそしてクマも本当にありがとうございましためちゃめちゃ嬉しいでございますありがとうございました明日は公演もありますので頑張りたいと思いますそれでは皆様はまたいつの機会かわかりませんけれども最後に好きな虫ポーズ ちょっと待って離れて方がいいですか？ありがとうございました。<laughs> ありがとうございました。おやすみなさーい。バイバイ。